長者が平古墳は、鳥取県米子市淀江町福岡にある古墳。形状は、ホタテ海形古墳。向山古墳群を構成する古墳の一つ。史跡指定はされていない。鳥取県西部、淀江平野東部の高山丘陵の南西端に、築造された古墳である。1901年に墳丘が再度され、小石角が発見されているほか、1988年に、 四屈調査が実施されている。噴形は、前方部が単小なホタテ貝型の前方五円形で、方形部を西南西方向に向ける。噴球表面では吹き石、円筒葉庭が検出されている。主体部の埋葬施設は、公園部における片袖式の横穴式石室で、南東方向に開口する。石室全長が10.3メートルを測る大型の石室である。 石室の副葬品としては、鉄刀、鉄鉾などが伝わる。また、石室の北の小石角からは、近藤聖館、近藤聖関東大東などの豪華な副葬品が検出されている。築造時期は、古墳時代後期の6世紀中央頃と推定される。なお、向山古墳軍16期のうち14期は、国の史跡に指定されているが、本古墳は史跡指定外である。 石室原室主体部の埋葬施設としては、公園部において、左肩袖式の横穴式石室が構築されており、南東方向に開口する。石室の規模は次の通り。石室はワリン氏、自然石の広口積み、小口積みによる。石室からは、鉄塔、鉄鉾などが出土したという。この石室の北では1901年に小石角が確認されている。 このせっかくからは、人骨のほか、近藤性スカシーボーリカン、三類関東波頭1、近藤性ミワダマゴ、同鈴6が検出された。これらの副葬品は現在では東京大学で保管されている。ありがとうございます。